ドン・マクリーンドン・マクリーンはアメリカ合衆国のシンガーソングライター。ニューヨーク州ニューロッシル出身。ドンは10代の頃にフォークミュージックに惹かれ、ウィーバーズなどのファンになった。やがて彼はプロとしてデビューし、1972年に大ヒットを放つ。アメリカンパイは1971年に発表された8分30秒の大作。 アメリカのロックスを世紀に活躍したバディホリー、リッチー・バレンズ、ザ・ビッグ・ボッパーなどが犠牲になった飛行機事故を題材にした曲であるは飛行機事故の当日を指している。アメリカンパイは複雑な内容の歌詞から様々な分析がなされている。1972年発表。オランダ出身の画家、フィンセント・ファン・ゴッホに捧げられた曲。 ゴッホの伝記を読んだ1971年に書かれたという、スターリー・スターリー・ナイトという歌詞で始まるが、これはゴッホのザ・スターリー・ナイトという絵に由来する。同曲もアメリカンパイと同様に人気の高い曲である。ドンは1972年の大活躍の後しばらく、シーンから注目されなくなったが、アルバムは地道に発表し続けていた。 1980年代に入ってから彼は1981年にクライング大ヒットを出した。この曲は彼にとって久々のヒットとなった。さらにキャッスル・イン・ジエアもアメリカでスマッシュヒットとなった。ありがとうございます。